で歴代番記者が集まってまず岡田さんに謝るとそれ謝るっていうのは何なんだよなんか変じゃんそれでまあメディアがなぜ叩くのかっていうところと岡田さんに返していただいて森保さんも叩かれてるんで、まあ、森保さん叩かれてるってみんな言うけど叩かれてるか、まあ、岡田さんに比べればちょっと岡田さんのその歴代のを振り返らせてもらいながら今のプレッシャーパンに映像を送ってちゃんと映像送ってね岡田さんはでもそうするとあんまり叩いてはないですよ叩きましたね、まあ、評論家とかが厳しいことえどういうことスポーツ新聞で例えば岡田さんを叩いたりとかそういうのってあんまり書いた記憶がいや僕は読んだこと読んでないからわかんないんだけど俺は記者会見とか囲みとかのところのイメージでしかないんだけど要は98年の時はもう大御所がおられて俺よりずっと年上で上から目線的にお前はみたいな感じでまあ僕も41歳で初めての監督だからこうしょうがないかなと思ったけどこうその人とのやり取りがすごいあったなというのが記憶に残ってるのと2010年の時はもうなんか叩かれてるのも分かってるしでもねなんかね98年の時はクレイジーだったみんな社会がもう暴動が起きたりとか、うん、でも2010年の時なんか民度が上がったっていうかワールドカップっていうものをみんなが分かっててその中で叩いてるっていう感じでなんかクレイジーなのはなかったからあんまり記者会見とかやってても、まあ、いろんなことああこれデスクに言われなんか面白い記事取ってこいって言われてんだなとかなんかそういうお前これじゃつまんねえとかどんなられたんだろうなとかなんかそういう思いで聞いてたからじゃあ98年の頃の、そのメディアの構成と2010年は異質なものっていう認識だった全然違う98年はもうだって予選の時からもう異常なそうですじゃあ予選がひどかったんですですよねうん、だからもう何て言うかな僕も41歳で監督初めての監督だから最初の監督が代表の監督だからもう必死でこうやってる時に何なんだこれはっていうな家の前はパトカーが守ってたし当時、うん、もうとんでもないよなんかあの時の記者さんはみんな俺の家の近くにたむろしてたし私も思いましたね、はい、もうとんでもない状況でやってたから普通の顔で言ってますけど2010年の時はものすごく整理されてるとか整ってるっていうかクレイジーじゃないで記者さんが叩くんだろうなこれそうしないと売れないし、まあ、これ負けたらまた言われんだろうなとかそれは分かってたけどもう俺にとってはもうそれがなんかすごいダメージとかそういう感じではなかった逆に98年の時はすんごい最初ダメージでだから記者会見行くまではもう笑顔で談笑してんだけど会見入ったらパッと書くそうしないと自分を守れないっていうかね、うん、ここで自分が潰れちゃダメだと思ってるからもう会見入ったらパッとこうペルソナ被るような、うん、みんなにはなんでお母さんあれ記者会見入った瞬間クッとなるんですかっていうもうこれトラウマだよ98年やっぱりまだみんなに免疫がなかったってこととやっぱ初めて出場したっていうことと、うん、やっぱり劇的な勝ち方をしただから勝つまでだよね、うん、で勝った後はね終わって叩かれたりもしたけど全然そんなにひどくなかったという僕すぐコンサドーレ行ったしなんかその予選のあの最中がすごかったよねやっぱりでその後カードを外した後かな日本行って、うん、そのあたりがまあ俺新聞読んでないか分かんないんだけど仲いいや親切にも「お前こんなこと書かれてるけど気にすんな」とか言って「気にしてねえんだよ」って大体世の中の流れは分かってたけど。そのカズの外した時のバッシングっていうのは、うん、僕はその番記者で一緒にフランスの方のエクセルバンとかの方にいたんで、うんうん、全然それに関しては知らないんですけどやっぱりご家族とか大変だったんですかそれは、うん、まあ家族っていうかそれはその前からで僕は有名になると思ってなかったから普通の中年のおっさんだったから、うん、
電話帳に載せてたから、脅迫状、脅迫電話みたいないっぱい来たよ、うん、で、もう家の前守ってて、武士警察から子供は危険だから学校は送り迎えするようにって言われて、神さんが毎日送り迎えしてる。もう、なんで俺がこんなことになるんだろうと思ったよね、うん、あの時は。だからもうなんかそのパッシングがどうのもそんなの分かんないけど、もう世の中全部がなんか敵みたいな、僕はね思ったよね。だからあのジョホールバルで出場を決めた時にもう家族が、あれもう家族いなかったら世の中全員敵で家族だけが信じれるっていう感じだったかな。実はそうじゃないんだよ、でもなあの時はそういう感覚だったな。まあ、ジョホールバルで勝ち取るまで、うん、まあ、相当プライベートも苦労して苦悩したことがあったと思うんですけど、うん、その後、まあ、ワールドカップの監督要請されたときは、うん、もうすぐにそれでも承諾してやるっていう感じだったんですか。やっぱりちょっと悩んだりしたんですか、これ以上やったらもっとひどくなるんじゃないかとか。何、ジョホールバルの後フランス、いや、それはもうすぐやるつもりだったよ、うん、なんかあのチームで行けるっていう、俺も正直ワールドカップ1回も出たことないわけで、で世界との差っていうのも当時は本当やっぱり分かんなかったよ、うん、で実際にワールドカップ出て初めて、あ、これがワールドカップかと。で練習試合でやる世界のアルゼンチンとかね、あの時アルゼンチンとかクロアチアと、うん、そのもうボール際の気迫とか、その親善試合でやるのと全然違うわけよ。あの時初めて分かったよ、こいつら本気になったらすげえんだなっていうの。だからそれが2010年の時に選手に言うんだけど、選手は分かんないわけよ。でヨーロッパでやってるやつはまだあの時少なかったから、うん、ここでボールに詰めなきゃやられんだって、もっとシビアに行かなきゃやられんだって、もう J リーグだと分かって入んないんだよ、やられないんだよ。それでどうしても強いチームと試合しないとダメだっつって、イングランド、コートジボワールとかあの辺で試合大会前に組んだんだよ。だから長友があの時にこれ行かなきゃやられるぜってみんな言い出して、やっぱりあそこ98年でワールドカップ出て、あ、本気っていうのはこういうことなんだなっていうのを感じたよね。で、うん、アルゼンチン戦で、うん、まあ、点差はまあ、最初知ってるの1対0だったじゃないですか、うんうん、やっぱもうそれ以上に、まあ、本当に格の差みたいなのはあの監督して感じられたっていうことですよね、まあ、あのその後に岡田さんのコメントで覚えてるのは、うん、日本が追いつくには、うん、やっぱ数十年単位の時間がかかるっていうふうにおっしゃってたんですけど、それはね、スタートラインが同じ 100m 走るんだけど、俺ら 10m ぐらい後ろから走ってる感じなんだよ。それは何かって言ったら、対戦相手がテレビで見るやつなんだよ。みんなあの時、おい、バティスティータだぜとか言ってるんだよな。そういうレスペクトっていうか、メンタル的に同じラインからスタートまだできてなかったよ。それは監督の俺もそうだよ。うん、だからそういう積み重ね、そういう経験を何度もしてきて、そして海外でこれだけやるやつが出てきて、まあ、ようやくこの前のロシアの頃ぐらいから同じラインからスタートしてんじゃないかなっていう感覚で、だからそれをすごい感じたんだよね。でサッカー協会自体もそうだし、正直言うとメディアもそう、なんか日本のサッカー界全体がレスペクトしすぎて、すげえすげえすげえみたいなスタートラインが、まあ力も確かにないんだけど、力以上にそういう感覚が一番大きな問題だって感じたよね。だからスタートラインがだいぶ後ろから、それをなんとか同じスタートラインからスタートできるようにって、自分は選手に力を出さすっていうことだけで集中してやったけどね、あの時は。うん、98年にワールドカップ終わった時に、うん、もう二度と代表監督をしないっていうふうに言ってたんですけど、してたな。もう今の絶対嫌だ。絶対嫌だ。絶対やらないって言って、2010年で終わるかって、また途中で受けたじゃないですか。あれはもう、それもうある程度覚悟を決めて、
オシムさんが倒れたのは俺理事やってたから協会のすぐ連絡来て大変なことになったなと思ってて翌日技術委員長から会いたいっつって電話来てあこれあとなんとかならんかって話だろうなって予想ついたから今見さんにいやこんな話来たんだけど本当にやんのとかやらんと断ってくるともうとてもじゃないけど俺1年間日本のサッカー見てなかったって、うんマリノス辞めてからちょっと自分の指導の限界っていうのを感じててこれ俺の殻破らなきゃもうこれ以上いけないなと勝たすのは勝たせんだでも俺の中では全然満足してなくて勝たすことは勝たすけど俺これで本当に指導者としていいんだろうかって思さってで経営者の勉強会やセミナーや気候や空手やもうありとあらゆるいろんな脳の勉強もしたしサッカーとかあんまり見てなかったのでだから J リーグの選手もよく分かんないのにそんなもん引き受けれるわけないじゃんと思っててロバ話聞いてるとなんかすんごいここに壁があるんだよな こんな大変オシムさんが倒れて神様みたいに言われたオシムさんの後で最初の試合がワールドカップ予選だと年明けてで、なんか話聞いてたらもうこんな野郎と思ってなんか湧いてきちゃって、これ俺以外が引き受けるとした外人が金で引き受けて無理だったって終わってしまうなと俺は日本人として逃げちゃいけねえとかなんかそんなのが湧いてきちゃってやりますって言っちゃってあれ言ってしまったと思って帰って神さんにえらい怒られたあなた断るって言ったでしょとか言ってごめんそんな感じ98年ってあの、まあ、戦い方は、まあ、選手全員 J リーグで、まあ、そういう、まあ、スター選手ばっかり相手だということで、まあ、監督も含めてどっちかというとこう格下が挑む試合だったじゃないですか、うん、そういう形の、うんうん、でただ2010年ってちょっとおかつの話とかを聞いてるとまだ全然違うイメージがあったんですけど差はだいぶ縮まったけど、はい、まだそのスタートライン立ててなかったよ同じラインにはだからさっき言ったように詰めろって言っても詰めないわけだよやられないからもうそれ世界行ったら絶対やられるからってだから俺はもうどうしても強いチームと組んでくれってボロボロやられてもいいからで大体みんなワールドカップの前ってちょっと弱いチームで勝って気持ちよく入るんだけど俺はもうそんなのいいともうどんだけやられてもいいから強いチームでやってくれって言ってあの2試合組んでそしたらみんなは分かってないんだけどコートジボワール戦3本やったんで、で2本テレビ放送されてで3本目にあの大会で採用したみんな一緒だと思ってんだけど違うんだよやり方が3本目に実はあんまりあの神事とかそういうのも出しながらテストしたんだよ新しいやり方を要するに5枚を横にフラットに並べたんだよ中盤を1人後ろだってみんなアンカーだっつってるけど違うんだよ5枚を横にフラットに並べたんだよあのその前の前半後半は1人アンカー置いてたんだよでも5枚をフラットに並べてみようと思ってテストしたんだよ3本目でだそれがすごい良かったんだよそれでどうしてももう一回ザンビアを組んでくれって言ってザンビア戦でやったらもうビターハマったわけでもうあれでいけると思ってまあこんな偉そうなこと言ったらあれだけど試合の前日家神さんに電話していけると思うと明日勝てると思うって言ってたから、うん、あの時にザンビア戦でもう本当いけるっていうなんかそのコートジボワールの3本戦目があの稲本とかああいうのを使ってお前らこうやってくれっつってやってみたらえっこんなに要するに日本人がね 68m の横を4人で守るのはかなりきついんだよそうするとここをディフェンスを5人にするとやっぱりベタ引きになるんだよそれで俺は中盤で5人を横に並べたらどうなんだろうっつのを思ってだからクロスしてないんだよ阿部がこの長谷部の裏へこうやってクロスして絶対しないみんなクロスしないでこの5人がこうちょっと阿部が下がったりするけどそれはあれですか両サイドのシューみたいなそういうのもだから間のパスを通させない、うん、中盤でディフェンスラインで5枚だと
ベタベキになるけど、中盤で5枚を横に並べて 68m 分担させたらどうなんだろうっていうのを思ったわけ、うん、そうだったんです。4141だとばっかりよ、みんなそう言ってる、ね、いや、イングランドの時は4141は、はい、うん、で、あ、コートジボワールの2本目までは、はい、3本目にそれをテストしたんで、うん、で、その後あのザンビア戦で、はい、だからもう図で言うと絶対クロスしないわけ、こいつが出たらスッスッとこうカバーするとこうロープでつながれてるように5人が出たらギュッとこうなるっていう、そういうやり方をちょっとやったんだよね。で攻撃の攻撃それをやると攻撃の時になかなか人が足らなくなるんだよ、うん、だから前でボール収まるやつが、まあ、そのシステムそのも4141も一緒なんだけど、ボール収まるやつがどうしてもしないと攻撃が間に合わないんで、で圭介をホンダをやって4141やるときにやってて、だから圭介がある程度収まるから、そしたら思い切って出ていけと、長谷部もあの阿部でもいいと出ていけっつってやってたんだよね、あの時、まあ、思い出したな、だいぶあのでもホンダがあそこのワントップに収まる過程においては、確かオランダとの試合やった時にフリーキックを俊介が蹴ろうとしたところで、ホンダが自分も蹴りたいと言ってったと。であそこで少しちょっとこうホンダが浮いた瞬間があったんですよね。で自分が聞いた話だと、その次の日の練習にやはりホンダが少し浮いてて、そばにいたのは長友ぐらいいて、で岡田さんがホンダを呼んで、周りともっとコミュニケーションを取らないとお前を使いづらくなるって言ったっていうふうに私は聞いたんですけど、そういうやり取りはあったんですか？俺それはちょっとグラウンドで話したの覚えてないんだけど、俺は圭介をあの遠征中に呼んで、俊介を右に使ってホンダ左に使ったけど全然ホンダがダメで、で部屋に呼んで、ケイスケお前やっぱり右サイドでないと、あいつは右が得意なんだよね、右サイドでないとやっぱりダメなんかと、左そんなにやりづらいかという話をしたら、ケイスケがいやいや、あの日本代表の右には俊介さんがいるの分かってますと、僕が左で活躍 しないといけないのも分かってますと、もう一回チャンスくださいってあいつ言ったよ、あいつそういうやつなんだよ実は、ああ、うん、そう分かったと、もう一回チャンス、ほんでダメだったらダメだと思うと、俺ははっきり言って、でもその後にそっか圭介の特訓もあるなっていうのは、まあそれ試してたんだけど、実は練習試合とかで、あ、紅白マッチ練習試合ね、うん、それはもう頭にあったから、左でもうダメだったら真ん中に持ってきてみようと思ってたから、あいつは別にそのコミュニケーションがみんなと悪いとかそういう感じじゃないよ、うん、みんななんか大きな誤解してるけど、まあ、あいつカメラの前行くと大きなこと言うから記者の前とかいや、みんなそうだよ、ヒデだってそうだったし、本当にそんなとんでもない変なやついないよ、うん、いなかったですか？いない、うん、トゥーリオにしてもそうだし、やっぱりそういうやつは残らないよ、うん、いや俺ももういろんな考え方あるだろうと、でみんなそれなりの立場でプレーしてると、それはしょうがないと、で自分の考えてることをどんどん言ってくれていいと思うよ、でも正しいと思ったら俺は取り入れるけど、違うと思ったら残念だけど、俺は代表の監督として全責任を負ってこういうサッカーやるんで、それに従ってほしいと、どうしてもやってられんというのはこれはもうしょうがないと、ものすごく残念だけど諦めるから出て行ってほしいと、自分で決めてくれと、怒りも何もしないと、まあ、これのスタンスをどういう全ての選手に対して、俺最後にはコミュニケーションは取るけど持ってたから、みんな口に出して言わなくても感じてるから、未だかつてこれ、ね、俺にそうやって俺わがままな選手扱うの得意だって言われてるじゃん、エメルソンやオイルや、うん、でみんなに聞いてくるんだけど、今も J リーグの若い監督が、お母さん、もう外人のセンターフォワード守備しないですよ、どうしたらいいですかと、外せと、いや外したら不適されるんですよ、国返せと、
お前にその覚悟がないだけなんで、覚悟したらね、あのエメルソンでも一回雪が降ってきてコンサートの時、こんな雪なんでサッカーはできないとか言い出して、おできないの、じゃあ帰れと、もう二度と来んなお前と、帰るよ、あ終わりかなと思って、翌日はいお方ですかってお前帰れって、翌日帰れって言ったろうで、ごめんなさい僕サッカーやりたいと思って、うん、だからそこの腹くくってるから、そんな変なやつは残んない。あのですから日常生活から、だからこの選手はどういう人間性か、何かあった時にどういう行動を取るかっていうのは岡田さんはよくだから観察、それはそうだよ、だって中澤のキャプテン外したのもそれだもん、中澤が悪いわけじゃなくて、俺は俊介と楢崎をレギュラー外す決断したんだよ、で中澤と俊介と楢崎はめちゃくちゃ仲良くて、散歩もいつも一緒、飯もいつも一緒、いつもその3人で話してるよ、そうすると俊介と楢崎がレギュラー落ちてちょっとがっかりしてる時に、中澤一人が「最後!」って言って元気出す、こいついいやつだから人間が、俺こいつそれを仲間になんか気使ってできないんじゃないかと思った、それがこのチームの命取りになる可能性あるなと思って変えたんだよ、で中澤お前が悪いわけじゃないと思う、悪いけどチームとして俺考えて外すと、結構あいつショックだったと思うよ、でも受け入れてくれたよ、翌日先頭走ったもん中澤、ありがたいよ、普通だったらふてくされて後ろ一番後ろで走ってもいいのに、あいつキャプテン降りても先頭走ったよ、で長谷部キャプテンにして、そんなら翌日の練習終わって最後にトゥーリオが山の方に向かって、俺は長谷部のキャプテンなんか認めないとか叫びながらそんなことあったしそんなそんな美味しいことやってたんですか、トゥーリオは。それで長谷部が俺の部屋に来て、お母さんやっぱり予選を戦った中澤さんがキャプテンやるべきだと思いますって家に来たから、違うと、俺はお前にやってくれって言ってんだ、できないのかって言ったら、あいつできないって言わなかったよ、あこれいけると思ったよ、分かりましたって言って、最後俺はお前にやってほしいと言って頼んでんだと、でトゥーリオにてめえお前いい加減にしようか余計なこと言うんじゃねえって初めて聞きましたね。いや初めて聞く話だらけでとても面白い。あのじゃああれですか、俊介は外すっていうのは、うん、サースペイではもう伝えてたんですか、コンディション上がんなかったんです、まあ、コンディション上がんないのと、やっぱりどうしてもこの強さみたいなのが足らなくて、まあ俺がボール際って言ってたけど、あのハレルが来てデュエル言ったらみんなデュエルデュエル俺言ってんじゃんそのボール際でやっぱりね勝てないとワールドカップで勝てないと思ったんだよ、で俊介は、まあ、そういう意味ではボール際がどうしても弱かった、頑張りよったけど、ただ本当に使いたい選手だったけど、そこをベースにしてたから、あのチームそれができない、漏れたら怖いなって言って外したよ、全然自信があるんで外したって、カズもそうよ、だからカズに悪いことしたって全く思ってない、あの時の俺の全てをかけて判断だから、チームが勝つためだけ考えてるから、俺が別にカズ嫌いだとかね、自分が有名になりたいとかそれでやったんじゃない、ただチームが勝つため、あの時98年、それもし今だったらどうしますかとかよく質問を受けるよ、うん、あそれは違うよ、ひょっとしたら数入れたかもしれない、でもあの時点の俺の全てをかけて考えてやったことだから、これしょうがない、それは選んだ会長が悪いんだよな、俺のせいじゃない俺は悪いことしたら全く思ってないし、だから2010年の時は吉勝を入れたじゃん、うん、そういう感じで数を入れるかも、入れたかもしれない、もし98年に経験を積んだ俺がいたらね、それは分かんない、でも全く後悔もしてないし、積んだことしょうがないし、確かあの時言ってたのはもう
試合のあらゆるケースを想定してシミュレーションして、もう1点ビハインドになったらどうする、こうなったらどうする、全てをシミュレーションした上で数を使う場面がないっていう、もう本当にもう今私知らない戦術だけの、もうそれだけですよね。だって負けてる時に、あの時カズはもうちょっと調子悪かったからスタメンじゃなかったよ。負けてる時にカズよりロペスの方がいいなと、勝ってたら若いので追い回した方がいいよなとか、いろんなことを考えた。いろんなシミュレーションの中で考えたら、カズと北澤、市川が出る回数は少なかった。ただそれだけ。そのシミュレーションができるのがまあすごいと思いますね。そのだからあの時は江藤がいて、うん、やはりその試合の残り最後の10分とか5分っていうのは、うん、シミュレーションをしたとしてもそれを上回るだけの、プレーできちゃうと思うんですよね、うん、特に江藤なんていうのは、うんうん、それに対してどう対応するかっていうのはなかなか日本はできなかったから、最後の最後まで同点されたりしたことが数多くあったんですけど、あれカメルーンを 1-0 でシャットアウトしたっていうのはやっぱ大きかったですよね。めちゃくちゃ大きかったよ。まあ、長友がある程度江藤を抑えれるっていうのは自信あったんで見てて、うん、ただやっぱりカメルーンも実はちょっと前に内紛みたいなことがあって、うん、あ、そうですね、お金でしたね、うん、あんまりいい調子じゃなかったんだよ。それが俺らにすごい不思議とね、その本当に全てをかけて必死でやってると、そのまあ命がけっつうのは言い過ぎかも、本当でも命がけで俺死に物狂いでやってると神様ってご褒美くれんだよ。で今までずっとそうなんで、死に物狂いで本当にやったら、だってジョホールバールでバゲリがイエロー3枚で出てないんだよ。あんなあれバゲリ出たらやばかったよ。そんなこといっぱいあるんだよ。あのダエーのヘディングのバーに当たるじゃん。いやもうカメルーンと不意ですよね。ね。だからカメルーン戦も不思議とそうやって相手がちょっと乱れてる時にうちと当たるんだよ。うん。それで俺はそのいろんなシミュレーションって言うけど、シミュレーションというよりも妄想なんだよ。で代表の監督って普段何してんだろうと思うだろう。はい、ビデオ見たりしてるけど、こうやって俺妄想してるわけ。あ、こうやって右からこいつやってこうなってバーンとクリア、あ、こいつだったらクリアしたとか、なんかそういういろんな妄想してるわけで、こいつが退場になった、退場になって10人になったら、あ、こうしてこうしてとか、その理屈じゃなくて映像みたいなんで妄想してるわけ。死に物狂いでなんかやってると不思議と、その時にはやっぱり本当にやることをやったら、まあ、変な言い方だけど、あと神様なんだよ。要するに託すしかないんだよ、自分たちの力で。何、例えば登山ってあるじゃん、登山をすごい愛が北壁とか登っていく、もう死に物狂い全力出すけど自然には絶対勝てない。ダメだと思った時は戻るしかないわけ。勝てないものは絶対あるんだよ。でもこの人が、この勝てないものがどう力をくれるかなんだよ。だからそのためにはもう全力を尽くしてチャレンジしていく。そうするとその人には必要なことが起こってくんだよ、必ず。それが結果が例えば悪くても、それはその人生に必要なことだった。例えば俺がフランスで結局勝てない、1分け2敗だよ、はい、勝てない、でもう失敗だよ。失敗だけどそのおかげでこの野郎と思って、俺はもう一回、多分オシムさんの引き受けた時神さんに言われたよ、お父さん1回目のワールドカップが悔しいんでしょと、だから絶対イエスって言ったんでしょって言われて、ああそうかもしんないと、このままで俺終わりたくないと、ワールドカップ、多分それは神様がそういう廃材をしてくれたんだ。だ必要なことが起こってて、自分たちができることはそれに対して本当死に物狂いでやって、その後は託さなきゃいけない。託さずにそこでぐちゃぐちゃやると、その勝てないものに対して何かやろうとすると、例えば今俺は会長じゃない、あのクラブの
いろいろもういろんなこと監督が聞いてくるからいろんなことやってやるやってやる。でもその後の勝負はどうしようもない。ベンチに入って采配するわけでもないし、これもうどうしようもないこと。それは託さなきゃしょうがない。その時に最初のうちは上から電話だよとかって、昨日俺テレビ見てるのに電話かかってきてハーフタイムにまさにいやいやお前もうやれと、それでいいから。ああだからそこはもう託さなきゃいけない。今自分に言い聞かせてる。だからそういうもんだよ。